宿となったらやだ両党よし、先だ。皆さん生きてる中で死ぬほどいろんなものが目に入るじゃないですか。ってことはあまりにも情報量多すぎて実は書けないものっていうのが存在する可能性があるわけですよ。なので今回は普通だったら書けるけどもしかしたら書けないかもしんない、そんな日常の当たり前のものを書けるのかどうか試していきたいと思います、はい、もしかしたら書けない可能性のあるものを皆さんに用意してもらいましたんで順番にやっていきましょう。誰からいきましょうか。私から行きましょうか。じゃあ今回私が、いやもしかしたら皆さん書けないんじゃないかと思ったもの、缶の上の部分です。うわあ、缶を開ける前の絵を描いてください。平面図、断面図、平面図でこれでいいですよね。とりあえずはそうそう、ま、丸を描いてもらって、え、断面図だよ缶の上の部分断面図これやんよろしいですか。よろしいです。はい、はい、じゃあ清水さんからね。はい、これです。あーあー、ここになんか展示があるんですよ。で、開くって書いてある。じゃあ、ジュさん、はい、賞味期限付きって書いてある。じゃあ、デジャーさん、はい、こちら開けてるの。あー、はい、こんだけ頭に入んないってことは別にいらないやつなんですよ、これ。知っとるわっていうぐらいのものが書いてます。ジュさん、顔っぽくなかった。うわー、ちょっと顔じゃない。で、待って、あー、開けるのどうすか。そう、僕が書いたやつはこちらです。あー、起こす戻すなんて、これどうだろうな、うん、みんなのいいとこ取りをすればできたかもしれない。じゃあみんなに 0.25 ポイントずつある。うわー、はい、じゃあ続いての問題僕が出すんですけど、はい、牛さんがいい問題出しすぎちゃったんでここで問題のハードルを下げる自分のハードル下げる。ただみんな見たことある原付の二段階右折禁止の標識。はぁ、全然わからん。でもなんかまあこの言葉を表せばいいんだけど。そうだね。はい、書けたでしょうか。はい、で、じゃあこれいきますか。はい、きっとこんなんでしょう。で、あ、そう、待って待って、丸切り一緒、丸切り一緒。はいはいはい、あー、はい、一緒だ。はい、まあ俺もこんな感じ。いやいや、俺もってないっすね。これが何何これ、しかも全然原付じゃないじゃん、これ。今度したらサブマリンみたいになっちゃった僕これです。何これ、肩も止まってんのこれ原付乗っとるその罰にくすぎるわけじゃあ、正解いきますよ。はい、はい、正解はこんなんの。おー、原付やばい、原付って書いてあるやん。そうだ、腹立つわこの字以外、二人とも正解だね、これも。ちなみにポイントで言うと、ポイントの 0.5 でまたね僕の代はもう絶対、もう絶対も見てる五円玉。おお、あー、むずい。めっちゃ見るでしょ、五円玉って。だってテツヤ見んよ、小銭持たないもん。小銭捨てちゃうからだね、だやめとけ、冗談だ、そこじゃ言いましたね、皆さん。はい、できた。じゃあ自信がある方から、ちょっとこれ、これかもしれない。お、はい、あ、おお、ここ横線とかになっちゃう。あー、それだわ。でも僕も、稲穂がある気がしたんだよ。そうそうそう、僕、稲穂下に書いちゃった。あー、それはね、あ、そっちかな。あ、それか。それ、アラビア数じゃないでしょ、漢数字でしょ。あ、違う。油断した、そうだ、そりゃそうだ。テツヤのやつ、テツヤみたいな。急に自信なくなったら終わったもん。こちらかわいい、かわいい、かわいい。子供銀行のお金じゃねえかよこれちなみに建物は何なの。え、なんか建物あったっけ。病院動員報道、これ10円玉やん。10円玉ね、高層ビルじゃねえかよ正解はい、これですね。うわー、あー、やっぱね、出た。まあ、でもこれ上下だけっていう感じだから、ね、負けさんに1ポイント。1位うわー、マジか。1位いいの。僕これ思い浮かばなかったから、この下線。じゃあ 0.25 ポイントだけど、僕からなんでこんな少数点なのそれでは失礼いたします。はい、ちょっと最近見てないかもしれないんだけど、ゲームキューブのコントローラー、バカわからん。えー、なんだっけ、わかんねえ。64のコントローラーと混ざりくさるな。なんだろう、見ました。でも多分ボタンすらあったね。プレステじゃないですか、それは。プレステこれ。まあ、でも無難で。C ね。C スティックあるわ、黄色い乳首。でも俺も別に。あー。でも格好はそんな感じじゃない？もう、すごいね、XY。これっぽいわ。ゲームキューブのコントローラー、正解はこちらです。ででん。あー。あー。まぁちょっと、両端2人はないかな。芝生 0.65、シーツ 0.35 かな。いやー。あ、僕ですね。はい。まぁこれみんな見てるはず。絶対読みは見てるはずでのもの。東海オンエア控え室のロゴマーク。うわー、これ負けちゃダメなんですか。あれ、わかんないってやばいでしょ。見慣れすぎて見なくなってんだよ。いや、ほら、そういうことでしょ。そういうことなんだろうな。見ました。ザー君どうぞ。チンチンと天下があったってことしか覚えてない。ヘーベルハウスのギャラクターに面白いでも俺も同じレベルなんだよ。はい、いやー、ヘーベルハウス、ちなみに
ゃん、それ。じゃあこんな感じなんですか。ああ、でもまだ近く、まだそんなにこんなあったっけ。まだ近くなって、これを根本的に覚えてる。いや、まだいいっすか。こんなんじゃなかったかな。でん、おお、割とじゃないっすか。で、確かね、この手がね、ずれてんの。そう、こうなってんだよ、絶対。待って、お前俺より上手いかもしれない。そうでしょ。正解ね。はい、これ。あ、でも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 、足そっちだ。そうだ、あと天が左手ですね。しくった。ポイントどうなったら、てっちゃだね。床砲もらえるんでしょ、これは。罰しちゃおうかな。違う、眉だけ持ってる財布が違うんだよ。2分罰でしょ。やった。すごい。 2.75 だった。うわ、おお、もう分して、じゃあ、やった。 2.75 だったら、なかなかないよ。てっちゃに普段からキョロキョロしてる人っていう証拠を差し上げます。人になったんですね、ここに来て。